皆さんこんにちは。今回の目分量クッキングは、炊飯器で作れる卵がゆの作り方をご紹介しようと思います。材料はこちら。なんとなくもやしを選びましたが、いろいろな食材が使えそうです。あとやっぱりネギは外せないですね。それでは早速、レッツラゴー。まず、7年間使っててボロボロのお釜に、お米を入れて、研いでいきます。ここは普通にお米を炊くときと一緒ですね。そこに、もやし投入。安くて美味しい庶民の味方ですね。そこにめんつゆを入れます。量はもちろん目分量で、こんくらい、やっぱもうちょっと、こんくらいで。そしたら水を入れていきます。今回は全がゆの 0.5 合なのでここまでですね。これで OK。 あとは炊飯器にセットして、おかゆモードで炊いていきましょう。さっき全がゆという言葉が出てきましたが、おかゆは水の分量によっていろいろ種類が分かれるみたいですね。お米とお水の比率によって、五分がゆだったり七分がゆだったりと名前が変わるとのことです。常に目分量で作ってるこのチャンネルでは、作るたびに何がゆか変わっちゃいますね。まあそれも目分量の醍醐味です。悪くないだろう。炊けたみたいですね。そしたら、卵を溶いて、ラバーして、蓋を閉めて、保温のまま3分間蒸らします。卵がいい感じにトロトロになってますね。あとは小ネギを加え、しっかり混ぜたら、卵がゆの完成です。炊飯器で作れる超簡単レシピ、お好みで塩を振ってお召し上がりください。体調を崩した時や食欲が湧かない時にぴったりです。ぜひ作ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。